先日スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の市長連邦国家を創立。市長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これによりこの星の血塗られた長い歴史に終止符が打たれ、世界を騒がせたカティカ・エビキン絶滅事件は遠い過去のものとなるでしょう。ツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大星系が交わる無主地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪であることで有名です。今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の種族に分かれ、多くが遊牧を営んでおり、乾燥して雨の少ない荒野の中で過酷なサバイバル生活を送っています。ツガンニア、ツガンニア、乾ききった暴風の目、神々に見捨てられた地、意地はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない。流星で我々を撃ち、風雷で我々を鍛え、裂けた大地で我々をはむ。あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、屈強という名の剣の下に置いた三つの目を持つ地母神よ。この声が聞こえたなら、どうか目を開けてこの子を見てください。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ氷水の中で眠っていました。そして今、私も夫のいる場所へ向かっている。私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。ただ産着で眠る我が子が母の鼓動を、雨降る大地の音を夢見ることができるか教えてください。そうでないなら、なぜこの子は生まれたばかりで死を迎えようとしているのでしょうか。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。雨、雨、そう、雨だよ。本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あの人たちが本当に雨を呼んだんだ。お母さん、これでここから出られる。家に帰れるよ。家に帰る。三つの目を持つ地母神よ、あなたなのですね。私の祈りが届いたのですね。ありがとうございます、ありがとうございます。坊や、聞いて、これが雨の音よ。あなたが生まれた日、天もこうして地母神の恵みを降らせてくれたの。あなたは幸運な子、祝福された子。あなたの名前と同じように、神がエビキンに与えてくれた奥地母神があなたのために三度瞳を閉じますように、あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように、旅が
いつまでも平凡でありますように。計略が決して露見しませんように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ、ギャンブラー。ああ、ああ、参ったな。スラーダを飲みすぎたのかもしれない。君がこんなに早く戻ってくるとは思わなかった。それで何か見つかったかい？君の推測通りだった。外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころかかすかな噂すら流れてない。そしてテレビではまだ式典のリハーサルをする彼女の様子が流れている。おそらく替え玉だろうがな。人々は夢を見ているんだ。まあそうだろうね。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れるなんて誰も想像してないだろうし、ましてや被害者が調和セレモニーのヒロインだなんて。正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死なないと分かるまでね。危険があればすぐドリームプールに強制的に目覚めさせられる。そして後に残るのはただの悪夢を見たような感覚だけ。だから確信したんだ。この事件の裏にはもっと大きな秘密が隠されているはずだって。なら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。君の代わりにオーク家とのコネクションを作りに行った時、彼らも頭を抱えていた。死者はロビンの他にもう一人いる。密航者ということ以外具体的なことはわからないが。2件の殺人事件？なるほど。だからあの七死人の様子がおかしかったのか。きっと彼女はもう一つの事件に遭遇したんだ。この件の犯人は本当に狂ってるな。でも殺人事件はちょうどいい突破口になりそうだ。ファミリーの汚職を告発すればカンパニーが介入するための糸口にできる。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンの替え玉まで用意していた。この二つの事件はきっと隠蔽されるだろう。どうすればいいかな。またとないチャンスだから失敗は許されない。慎重に慎重を重ねないと。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど慎重に選ばないといけないからね。一番わかりやすいのはやっぱりロビンかな。覚えてるかい？あの仮面の愚者は僕に口の聞けない人を仲間にするよう言ったんだ。ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。普通の人は気づかないかもしれないけど僕の耳はごまかせない。あれは気管が発してる声じゃなくて調和の共鳴だ。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら残る可能性は一つだけ。ファミリーに問題があったか、ロビン自身に問題が起きたかだ。それを確かめるためにどんな手を使ってでも彼女に会いたかったんだけど、彼女は死んでしまった。僕の目の前で全負けした挙句自分を容疑者にしてしまうとはな。現場には目撃者がいたからファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後おそらく君はハウンドの監視の下で過ごすことになるだろう。現状は楽観できないね、教授。ああ、冷や汗が出てきた。この局面まだひっくり返せる可能性はあると思うかい？確率を聞いているのならあると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。 P
ピノコニーの土地柄に合わせた言い方をするなら夢を見るようなものだ。だがもし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというのなら、ちょうどいい人物がいる。あの男はもう一度君に会いたがっている。あの男？サンデーだ。公に審問を受けるのかい？それとも裏で取り調べを受ければいいのかな？前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど、そういうことか。全部納得がいったよ。死んだ人は話せないけど、生きてる人間は。レイシオ、今なら確信を持って言える。ファミリーの内部には間違いなく問題がある。よく見ておくといい。あの男の妹が死んだんだ。彼が黙っていられるはずがない。こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。案内してくれ。お楽しみはこれからだ。着いたぞ。朝露の館、オーク家の要塞。各当主が集まり、ピノコニーの体型について議論する場所だ。要塞？いい例えだね。この前イーマニカ星系の軍閥を相手にしたけど、彼らの同期機動農場ですらここまで厳重な警備じゃなかった。ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ一般の客は一生ここに足を踏み入れる機会はない。自由に動けるうちによく見ておいたらどうだ。ねえ教授、随分な言い草だけど、君は一体どちらの味方なのかな？僕が君を裏切らないと誰が保証できる？見てろ、その支配欲に満ちたオーク家の当主に会ったら、僕が彼の口から答えを引き出してみせるから。ついてこい。彼の応接室に案内する。余計なことは言うな。ファミリーの相手は僕に任せるんだ。